僕の手鏡。実家が葬儀用具の卸売りをやってた。親父が確か4代目だか3代目。俺は長男で後継ぎだったんだけど、経営が傾いていたことと、俺自身そんなに継ぐつもりもなかったので、親父が脳一血で死にかけたのを機に会社を畳んだんだ。寺とか神社とか、葬儀会社とかの直接な仕事じゃないとはいえ、やっぱり人の死で稼ぐ商売。心霊的な話はちらほら親父から聞かされてきたし、たまーに俺も体験することがあったんだけど、その中で一番やばい話。会社を畳むことが決まって、家族でいろいろと片付けてた時だ。事務所は親父の成果だったから、会社の在庫や、親父、おばさんの私物やらがたくさんあった。で、まだ使えそうだけど俺たちは使わないし、とはいえ捨てるのももったいない、みたいなものを表に出して、欲しい人に持って行ってもらおうってことになったのね。住宅地だとたまにあると思う。玄関に段ボールを置いて、ご自由にお持ちくださいって、あれ？事務所にはみんなが期待しているような呪いアイテムも当然あった。やばい具合に薄汚れた日本人形とか、人の手の皮が張り付いたハサミとか。でも、そういうものはちゃんと仏壇の横に整理してあって、親父が管理して後日神社に持っていく手はずになっていた。一つ一つ丁寧に紙に包みながら親父が、このハサミは、〇〇が九州のお客さんが死んじゃったからってんで預かってきたんだけど、触ったら手から離れなくなってな。どうしようもなくなって神社に行って祈祷しながら無理やり剥がしたんだよ。そのゴミみたいなやつ、手の皮だぞ。俺以外は触るなよ。とか説明するもので、俺はこの会社継がなくて本当に良かったとか思ってた。それでも親父が言うには、本当にヤバい話は伝染するということで、継がないなら俺たちには話さないということだった。で、それから数日経った頃、親父が俺に電話かけてきたんだよ。お前、赤いボタン柄の手鏡を見なかったか？って。なんでも、呪いアイテムは全部帳簿管理して、定期的に懇意にしてる神社に持ち込んでたんだけど、あったはずの手鏡がないんだと。んで、見た目には綺麗な漆塗りの上等なものだから、間違えてご自由にボックスに入れたりしてないだろうか、ということだった。いつもあっけらかんとしてる親父の切羽詰まった感じの声に、それはどういうものなのか、どんな由来のあるものなのかって聞いたら、いやー、これはしかしだなぁ。とか言い出すので、あ、これはやばい話なのかもしれない。と思って、詳細を聞くのはやめといた。とりあえずボックスに入れた記憶はないので、忘れた方がいいんじゃないか？って言ったんだけど、もし万一外に出たら死人が出ちゃう。家の中にはあると思うから、再度探してみるってことでその場は終わった。さらに後日、俺とは別の土地で一人暮らしをしている姉に会う機会があった。姉は父に似て豪放磊落というか、ガッハッハ、と笑うタイプの女性だったんだけど、その時はなぜか妙に暗く、ボソボソと話すようになっていた。何か喋る前に必ず、ごめんね、とか、ネガティブなワードをつけてくる感じ。あと、なぜか会話のところどころに敬語が混じるようになっていた。ごめんね、メニュー取ってください、とかそんな感じ。正気を失ってる、とか言うほどではなかったんだけど、顔色も良くなかったし、言っちゃ悪いがデブだったのに、結構なほっそりさんになっていたこともあって、何か精神的に病んでいるのでは？と思って、別れてすぐに母に相談したら、すぐに会いに行く。と言って、様子を見てヤバそうならしばらく姉と暮らす、と言っていた。実は姉は、学生時代に拒食症、過食症、リストカットの3連コンボを決めた過去があって、母は姉に対して少し過敏になっている部分があるんだ。今思えば、俺は姉ちゃんの様子がおかしいって、まず親父に相談すべきだった。1ヶ月ほどしたある日、親父からいつになく真面目な声色で、すぐに家に来てほしいと言われたので、
実家に帰ってみたものは、変わり果てた姉と母の姿だった。見た目は明らかにやつれていて、骨と皮の老婆みたいになっていた。前にネットで見た、ベジタリアンの女の子の画像そっくりだった。そして、俺や親父に対して敬語で喋っていて、一人称を、僕、と言っている。何より異様なのが、真っ白なおしろいに真っ赤な口紅、おかっぱのちょっと長いバージョンみたいな全く同じ髪型をしていた。お母さんどうしたの？姉ちゃんも何やってんだよ。とか激しめに話しかけても、ごめんなさい。すぐに片付けます。とか、ごめんなさい。お荷物どかしますね。とか言って、どう見ても異様な感じだった。さらに極めつけ、俺と親父が目を離すと、キャッキャと子供のように二人でじゃれ合い始めるんだが、二人はお互いにお化粧をし合いながら、ボタンの柄の手鏡を使っていた。頭を抱える親父に説明を求めると、少し迷った後に、どうせ説明するつもりで呼んだんだしな。と言って、経緯を話し始めた。あれは、うちにでっち暴行に来てた小僧の持ち物だったんだ。昭和初期はうちの会社も景気が良く、従業員も結構いたんだけど、商売柄、少し白い目で見られることも多く、普通の社会人というよりは何かしら事情のある従業員が多かったらしい。その中の一人に、でっち暴行に来てた少年がいた。少年は子供をかま、と、親父は言ってたけど、多分性同一性障害ってやつ、って。親がどんなに注意しても周りに隠れて化粧をしたりするもので、顧客だった親から半ば厄介払いの体で、会社にでっち暴行に出されたのだという。昭和にそんな時代劇みたいな方向とかあんのかよ、とか思ったけど、どうも本当らしい。でも、当然会社でも厄介者扱いされるわ、通わせていた学校でもいじめられるわで、次第に心を壊していき、最後には会社で首を吊って自殺したんだとか。当時は自殺、夜逃げはそんな大事件というほどのことじゃなかったらしく、かわいそうなことしたな、くらいで終わったそうなんだが、彼の遺品の手鏡が、曰くの品になってしまった。最初の犠牲者は従業員の娘。遺品の中でも大きいものは実家に送り返したそうだけど、小さいものは処分することになった。綺麗な手鏡はもったいないと思ったのか、従業員が自分の娘にあげたそうな。しばらくすると、娘が自分のことを、僕、と言い始め、やたらと化粧をしたがるようになる。知的障害のようになり、どんどんやつれていき、最後には痩せ細って死んじゃったと。次にその従業員。頭がおかしくなって亡くなったとはいえ、娘のお気に入りの遺品である手鏡を仕事中によく見てたらしいんだが、ある日から急に化粧をし始め、かっこもちろんおっさん。やつれて会社に来なくなり、自宅で首を吊っていた。このあたりであの手鏡はやばい、すぐに神社に、という話になったんだけど、神社に持って行ったら、無理やりあの会社から引き離したら会社が潰れる、という旨のことを言われて、それからずっと保管してあったのだそうだ。なぜ、あの手鏡を姉が持って帰ったのかはわからないが、どう見ても異常事態だった。親父が俺を呼んだのは、二人を縛り上げて神社に持っていくため。俺の方が当然力が強いとはいえ、気違いのようになってしまった実の母と姉を縛り上げて車に乗せるのは、辛くて涙が出てしまった。親父が運転するハイエースで神社まで行き、そこで全員祈祷してもらって、いくらか症状が落ち着いたように見えた姉と母だが、まだ完全に払うには時間がかかる、ということだったので、親父が金を包んで、仏教でいう総本山的な泊まれる施設のある某神社に移そうとなった。俺と親父ができる限り頻繁に先祖の墓参りをして、仏壇をきれいに整え、信心を持って祈れば、必ず母と姉は元に戻る、と言われた。神社なのにな。これが3ヶ月前の話。なぜかは知らないが、親父が行くと良くないとのことで、
俺が月に一度某神社に行ってるんだけど、姉と母はもう見た目には正常に戻っているように見えた。髪型がスポーツ狩り見たくなってたのがかわいそうだったけど。姉も幸いフリーターだったからもともと職歴ないようなものだし、大きな問題はない形で終わりそうで、本当に良かったと今安心しているところ。でも不安要素もあって、1ヶ月くらい前かな？一息ついたなーって時に、親父が言い出したんだよ。あのな、あの呪いアイテムリスト、あと3個見つからないものがあるんだよ。もう怖くて怖くてしょうがない。背後霊は、私の母は見える人間なんですが、ある日、職場の若い兄ちゃんに、いつもハゲた不幸そうな貧相なおっさんがついてることに気づきました。ずっと見てたら、兄ちゃんに気づかれたらしく、何か見えますか？って言われたそうです。どうやら兄ちゃんは他にも数回見える人に指摘されたそうで、慣れてるようだったので、母も心置きなく言ってあげたそうです。うん、ハゲ散らかったおっさんが。ああ、やっぱり。それ、俺の親父なんですよ。お父様とはつゆ知らず、ハゲ散らかったおっさん呼ばわりしたことを母は心底後悔しておりました。だから日頃あれだけ口を慎めと。ハゲ散らかった頭の弱そうな汚いおっさん、出なくてよかった。兄ちゃんに殴られるとこだった。それはともかく、なんで父親が標準装備されてるんだ？そのお父様は個人のようです。後からわかった話ですが、若い兄ちゃん、息子さんの行動が相当ヤバいらしくて、お父様が心配してついているそうです。本当に殴られなくてよかった。